皆様、こんにちは、こんばんは、トッサン TV、トッサンでございます。さあ、本日も始まりました、トッサン TV 安全保障スポットニュースでございますけれども、夕方5時からの放送は朝6時半からの続きの映像ということになります。ちょっと変なところから始まるかもしれませんけれども、トピックスは全然違います。夕方5時からは中国軍機の異常接近。これがロシアのプロパガンダっていうのを真似しだしたんじゃないかっていう話。そしてこの異常接近よりも、我が国、日本はもっとひどいことされてますよっていう、そういうお話になります。動画続きからになります。よろしくお願いいたします。はい。では、中国軍の異常接近いきたいと思いますけれども、またタイトルは上手だなということで、朝日新聞でございます。米側はわざと世論をミスリード、軍用機の異常接近めぐり中国が反論という記事なんですが、世論をミスリードというところが上手だなということでございますね。12月の21日、アメリカの偵察機が南シナ海を飛んでました。そこに中国の戦闘機がやってきたんですけれども、なんと6メートルの至近距離まで近寄ってきたっていう話なんですね。戦闘機と戦闘機、戦闘機と偵察機というのは100メーター以内まで来たら異常接近です。これが6メートルまで近寄ってきた。アメリカもことがことだということで、すぐに映像を公開しました。ところが中国は悪びれもせずに、今度は中国の戦闘機から撮った側の映像を出してきて、アメリカが嘘をついていると。アメリカ側が近寄ってきたんだ。国際世論をミスリードするんじゃない。嘘をつくなということで反論をしてきたということでございます。6メートルという異常な距離は話題性があります。おそらく国際社会でニュースになるようにわざとこれだけの距離近寄ってきたんじゃないかなという気がしますね。今までも中国の異常接近というのはアメリカに対してもありました。日本に対してもありました。オーストラリアに対してもありました。ということで、これが初めてじゃないわけですけども、6メートルはなんぼなんでも近寄りすぎということです。今回、ロシアのウクライナに対する侵略戦争で、ロシアのプロパガンダが一部成功しています。世界中にはアメリカの陰謀だ、アメリカが一番悪いんだということになると、アメリカがーということで火がつく人たちが一定数いるということが判明しております。中国の味方はしてくれなくても、アメリカが一番悪いということで、自分たちが一番悪くない立ち位置になれるということが、今回のロシアのプロパガンダの成果ということになりますね。中国はおそらくそういう意味で観測機器を上げてるんじゃないかなと思います。で、まず最初に言っておきますけれども、アメリカというのは前科があります。アメリカは別に光の戦士でもホワイトでも何でもないですね。前科があります。例えば、ベトナム戦争の時のトンキン湾事件。ベトナム側が、まあ、攻撃をしてきたということで、ベトナム戦争に突入していきました。湾岸戦争のナイラ証言というのもありますね。これは、アメリカ政府の一部とクウェートが合作をして偽情報を流したというもの。繰り返し言いますが、アメリカが前ではないですけれども、中国のこういう蛮行に対してアメリカがーってなってしまうと、その煽りを受けるのは日本ということになりますね。この異常接近があった約1ヶ月前、11月の下旬の話なんですけれども、東シナ海を飛んでいた日本の哨戒機が中国の戦闘機に付け回されたという事件が発生してます。わずか1ヶ月前。元隊員は生きた心地がしなかったと言ってるみたいですね。日本はもうこういうことをやられてる。さらに言うと、2016年、東シナ海で異常な事件が起きています。通常、中国軍というのは、異常接近するにしても、対象を偵察機とか哨戒機とか、つまり、戦闘機相手にはやらないんですよ。それはもう戦闘になってしまうから。ところが2016年起きたことは何かというと、この時、日米印の合同演習がされてました。当然中国は偵察するための偵察艦なんかを出すんですけれども、飛行機も飛ばしてきたんですよ。で、自衛隊がスクランブル発進をするんですが、その自衛隊機に向かって中国の戦闘機が、攻撃動作を取ってきた。多分ですね、ケツにつくとか、そういうことをやってきたと思うんですけども、これに対して自衛隊機が対応行動を取る。例えばケツを取り返すとかですね。対応行動を取ると、それはもうそのまま、すなわちドッグファイトになります。戦闘機対戦闘機の戦闘ということになるんですね。そこを重く見た自衛隊機の方が離脱するというところで、ことなきを得ました。日本に対してはさらに一歩踏み込んだ悪事をすでにやっている。こういうことが増えてくる懸念があります。で、これが増えてくると、自衛隊の皆さんの命がけの仕事、負担が増えるということと、あと我々の税金が無駄遣いされます。スクランブル発進というのがどれくらい起こっているかというと、航空自衛隊のホームページ、
大体年間1000件ぐらい起こってるんですよ。ほとんどが中国とロシアです。オレンジが中国、青がロシアですね。その他台湾、北朝鮮ありますけれども、まあほんと微々たるもの。中国とロシアだけで1000回ぐらいやってる。1回いくらぐらいのコストがかかるかというと、戦闘機1機あたり300万から400万かかるって言われてます。で、スクランブル発進っていうのは2機ペアで出るので、だいたい1回700万ぐらいだいたいかかるんですよ。それを1000回やるんで70億ぐらいかかってるんですね。うん。これ税金だという話でございます。さらに、こういうですね、異常接近のみならず、日本に対してはレーダー照射もしています。レーダー照射というと、韓国のことがすぐ浮かぶと思うんですけれども、韓国2018年、その5年前の2013年に中国海軍が日本に対してレーダー照射しています。これは護衛艦とヘリコプターに対して、1回ずつ、計2回、すでにやっている。多分これを真似したかどうかはわかりませんけれども、その5年後韓国がやったということですね。中国は日本に対してこれだけ踏み込んだ舐め切った行動をしてくる。これがエスカレートしてくる可能性があるということです。さらに、ここでアメリカガーとなってしまうと、中国は日米離間工作も激しくなってくるというふうに思います。日本が自主独立の防衛をするというところで、アメリカを切り離せっていう議論があるんですけれども、アメリカを切り離して喜ぶのは敵国のロシアや中国や北朝鮮になりますよね。うん。日本の安全保障を全うするために日本が自主独立をするんであれば、アメリカの戦力をいかに日本が活用するかっていう方向で組み立てないといけないと思います。戦後焼け野原になった日本の中でも一部の人たちがアメリカ軍が駐留するんであれば、どうその戦力を活用して日本をもう一度経済大国にするんだという、そういう骨太の政策を立案していました。今の我々にもできないことはないはずです。アメリカの力を活用して中国を抑え込むときに、アメリカガーとなってしまうと必ず付け込まれるっていう、そういう話ですね。そしてこの中国の蛮行というのを抑え込んでいくためには必須条件が一つあります。それがロシアが現在の侵略戦争で何一つ成果を残さないことです。ウクライナが勝ち切ること、これが前提条件になります。もしロシアが何か一つでも得るものがあれば、中国のこの行動はますますエスカレートしていくということです。ウクライナの戦いというのは決して対外の火事ではありませんよという、そういうお話でございます。というところで本日の内容は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。